NTT ドコモ以下ドコモは2025年1月31日から2月2日に開催されるレポースタ2025サポーテッドバイドコモに合わせ、ドコモ未来フィールドレポースタ2025を2月1日に東京ドームシティにて開催する。それに先立って、与那城進、上一、木村正樹真理、INI、谷口太一、ドクスチン、モモナ、MEI、ナノ、イズ、スーがコメントを寄せた。ドコモ未来フィールドは子供たちが夢や将来を考えるきっかけとなるようなワクワクする体験やプロの世界に触れることのできる体験を提供するプロジェクト。今回提供する特別体験企画は、レポースタ2025サポーテッドバイドコモ会場前に、ステージ演出の仕事見学やダンスレッスン、東京ドームステージ上でのダンス披露などを用意。プロアーティストの世界を間近で体験でき、実際のコンサートも鑑賞できる。